ケイソンさん、じゃあまずコメントから読んでいいですか。はい、はい、すごい、ネイティブ英語混じりの日本語のリップシンクは今までやってないので挑戦してみたい。技術ですね。すごい、面白いチャレンジ。あ、なんか面倒くさそうでやりたくないみたいな感じじゃないんですか。むしろやってみたいという。すごい、はい、でも多分これはグランプリを取った後のエイトの話をしてるよね。そうですね、そうですね、うん、だってセブンガイデンは実写だからリップシンクの技術はいらないわけじゃん。確かに。だからその先にグランプリ取って、もし8に出るってなった時、8は多分実写じゃないんで CG だからそれってことなんでしょうね。なるほど、すごい、ここまで考えてくださってる。何かありましたよ、横山さん、コメント。いや、すごいよ、デザイナーみんなこれもう読み上げたら1時間これデザインサポートと、これ技術系だね、デザインのがケイソンさんなんだけど、顔が立体に起こした際によく特徴がつかめそうな、ある程度デフォルメしたキャラとして引き立つ印象がある。はいはいはい、うん、さらにメガネなどの装飾によりキャッチーでアイコニックな個性を出すことができるんではないでしょうかと。